messing around. Calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. どうも、なんとか重工トンコです。今回の企画は KTM モタード化企画フロント編最終章となっております。まあこれまでいろいろね、測定してホイール削ってジグ作ってって結構初めてのことも多くて、まあケロさんに聞きながらいろいろ試行錯誤してやってたんですけど、まあやっとね、今回モタード化企画完結するってことで、頑張ってやっていきたいと思います。とりあえずやるのが、前回こちらの動画で作ったロング生爪ですね。ロング生爪を使って、アルミの、アダプターを作る。でそれに CNC で、穴開けする。で最後にそれをアルマイトするっていう、この3つをね、頑張ってやっていって、KTM のモタード化を、完了させたいと思います。レジンと比べて安心感が全然違いますね。はい、こんな感じでですね、板厚 14mm に対して 13.5mm まで単面溝入れバイトを入れました。タガネとかを使って切断してあげればコア抜きできます。こんな感じでコア抜きすることができました。僕らみたいにね、貧乏 YouTuber は材料代も節約したいので、こんな感じでいい感じの端材が出ると他のことにも使えたりするので非常におすすめです。あとコア抜きは時間の節約にもなります。パワーのない卓上機とかでこれを削り出すって結構大変なんですよね。なんで卓上機を使ってる方にもおすすめの戦法だと思います。はい、というわけで旋盤加工が終わりましたので、こちらの CNC を使って今からこんな感じのね、取り付け穴を開けていきたいと思うんですが、ちょっとトラブルが。こちら原寸大の模型で、この穴のピッチダイヤが 143mm なんですよ。に対してこの機械の Y 軸のストロークが 145mm なんですよね。なので 2mm しか差分がないんですよ。で片側ずつなので片側1ミリ分しかストロークに余裕がありません。どういうことかというと、ちゃんと本当の真ん中に材料を持ってきて原点取らないと1回じゃ加工できないってことなんですよ。
もしこれが150のピッチダイヤだったらもう 100% 一発で加工できなくて、上側を加工してその後段取り替えしてこっち側を加工するみたいなことになるんですよ。かなり段取りがシビアになってしまいました。まあでも加工できないわけではないので、ちょっと頑張って段取りしたいと思います。多分機械のストローク内に収まったので、次はクランプの位置を決めていきます。でこのクランプの位置を決めるときも、こちらの 3D プリンターで作った原寸大の模型が非常に役に立ちます。まあ、こんな感じで上に置くだけで、どこだったら穴にかからないかっていうのが、もう簡単に分かります。うわ、怖えー。結構な音するな。アルミなんですけどね。こわ。大丈夫そうですね。干渉 OK。 ふう、緊張した。とりあえずストロークオーバーすることもなく、無事にセンタードリル加工を完了しました。で次ドリル加工なんですけど、そのままバッとドリル加工するのではなく、もう一度干渉とかチェックして、ドリルが開いても大丈夫かとか、材料の下にジャッキとかかましてあって、そのジャッキに穴が開かないとか、そういうのをもう一度チェックしましょう。ここの穴がちょっとギリギリすぎる気はするんですけど、5.2π のドリルにするだけなんで、大丈夫かなと思います。もうこの工程でやらかすとまた旋盤加工からやり直しなんで、もう絶対お釈迦はしたくないですね。こんだけチェックしててもやらかすときは全然やらかすんで、作業は慎重に行いましょう。次はこちらの激安ホームセンタードリルです。最後はこちら、皿探り用の面取り工具ですね。こういう面取り工具って深く入れれば入れるほど切削抵抗が大きくなってくるんで、結構注意して加工する必要があります。はい、CNC 加工完了しました。加工中にワークが動くとかそういったことは一切なかったんで、穴位置とかはバッチリ出てると思います。強いて言うならここの、面取りですね。ここがね、古いあんま切れない面取り使ったんで、筋になっちゃいましたね。ここは岩田ツールさんのめっちゃ切れるっていう噂の極音シャープとかね、提供してくれたらな。もっと綺麗に切れたらいいな。はい、というわけで次はアルマイトをやっていきたいと思います。アルマイトというのは別名陽極酸化処理っていうんですけど、簡単に言ったら染色です。これ今アルミの素材の色がそのまま出てると思うんですけど、アルマイトをすることによってこれに好きな色を入れることができます。皆さんがお持ちの iPhone なんかもアルマイト出してやって、様々なカラーのバリエーションが作られています。
ではまずこちらのカビが生えている剥離液につけて表面をきれいにしていきます。なんか逆に汚れそうな気がしますけど、水でよく洗ったらこちらの気流さんに入れて電解研磨をしていきます。はい、十分にブクブクしてきたので一度電源を落として電極を入れ替えてアルマイト処理をしたいと思います。はい、ではアルマイト処理が終わったので染色していきます。ここは素早く丁寧に一度水洗いして、水を切って染色、では20分ほど経ったので一度様子を見てみたいと思います。薄い。では最後に酢酸ニッケルと水が入ったお鍋で、こいつを煮込んでいきます。はい、アルマイト完了しました。まあなんというか薄いですね。まあ薄くなるだろうなとは思ってましたけど、やっぱり薄かったです。今回 A6061 っていう材質使ったんですけど、前に A6061 でアルマイトやった時もめっちゃ薄かったんですよ。だからやっぱりね、6061は腐食に強いんですよ。だから多分アルマイトもね入りにくいんだと思います。2017とかはすっごい濃く入ったので、まあ多分もっとちゃんとした道具が必要なんじゃないかなっていう気がします。まあ、これはこれでね、まあ別にいいんで、まあ、最悪、業者さんにお願いしてもいいと思ってるんで、まあ、とりあえずこれで、KTM のフロント組んでみたいと思います。ぴったり。本来ならネジロープとかつけるんですけど、まあ、今回は仮組なんでこのままで組み付けます。もうオレンジが薄っ、いい感じ。では続いてブレーキディスクを取り付けていきます。なんかちょっとレーシーな感じしますね。あれ？では早速車体の方にこちらのホイールを取り付けていきたいんですが、その前にですね、こちら、僕が KTM をモタード化するって言ってもうだいぶ最初の頃にねオークションで落としてたフロントフェンダーです。モタード用のフロントフェンダー、今ついてるのはオフロード用のね大きいフェンダーついてるんで、こちらのモタード用の小ぶりなフェンダーに取り替えたいと思います。
ではホイールを取り付けていきます。ではホイールを回してみたいと思います。よっ、よいしょ、よいしょ。はい、大丈夫そうですね。重た。はい、というわけで無事に KTM に忍者250のホイールを取り付けて、モタード化することができました。いや本当に長かった。もうね、何度もくじけそうになりましたけど、皆さん の声援のね、励ましのおかげで、なんとかね、無事にモタード化を完了することができました。いや本当にもう感無量ですよね。いやーやりたくねでもフロントでこんな感じですよ。もうリアはねもっと大変なわけですよ。もうね、まあまあまあね、いけるでしょう。はい、まあ、頑張って、最後までやりきりたいと思います。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとツイッターとかインスタとか最近ノートとか書き出したり、まあ物販とかもやったり、まあ、いろんなことをやってますので、概要欄の方をチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。